砂の妖精はイーリス・ネズビットによる1902年の児童小説である。これはストランドマガジンで1900年に発表されたサミアドまたは贈り物という題の連載を本にまとめたものである。この本の続きには火の鳥と魔法の絨毯、魔除け物語がある。同じネズビットの鉄道の子供たちと同様、この物語も子供たちがロンドンから ケント地方へ引っ越すところから始まる。5人の子供たち、ロバート、アンシア、シリル、ジェインと彼らの棒やマイナスが砂利掘り場で、少し不愛想で、不格好で、時事機嫌を悪くするサミヤドという名の妖精を発見する。この妖精は願いを叶える能力を持っていた。サミヤドは願いが、日が暮れると石に変わるという忠告をし、 一日に願いは4人で1つでいいように説得させた。この規則は子供がみんな食べ物を願っていたという石器時代に決められ、これらは化石に変わっている。しかし、いつしか子供が空想的な願いを望むようになったので、日没で石に変えることができず、この場合は単に消えるのみとなった。しかし、願いはいつも違った形で聞き入れられ、結果的に良くないことが起こる。 子供たちが美しくなりたいと望むと、使用人は彼らのことが分からず、家に入れてくれなくなる。お金持ちになりたいと望むと、砂利掘り場一杯に、スペードギニー金貨が出現する。しかし、この金貨は流通していない金貨であり、受け取ってくれる店もなく、よって誰も何も買うことができなくなった。翼が欲しいと望むと、うまくいったように思えたが、日が暮れて、 教会の城に閉じ込められてしまい、万人に助けてもらう羽目になる。別の日には、ロバートがパン屋の小僧にいじめられ、もっと大きかったらいいのに、と言ってしまい、身長11フィートの大男になる。彼は、見せ物小屋で見せ物になっている。さらに、彼らは、自分たちの家が城であればいいと望み、敵に包囲されたり、アメリカインディアンに遭遇したりといった冒険も犯す。 子供たちの坊やも、二つの願いの被害者となる。一つは、子供たちが、坊やのトラブルに対し、坊やが欲しくてたまらない人が出てこないかと望み、誘拐やジプシーを避けねばならなくなる。また、坊やが大人になってくれることも望み、結果的に利己的で一人よがりの若者に、坊やが突然なってしまう。作品の最後には、子供たちが母親に、 金持ちの女性の宝石を与えることができればと偶然に言ってしまい、その結果家に宝石が現れる。番人が強盗として疑われ、サミアドにこの事態を戻してくれるよう願わなければならなくなる。そしてこれを最後の願いにすることで同意する。アンシアだけは最後にサミアドに再び会えることを願った。サミアドはこの願いも聞き入れるのだった。 登場する5人の兄弟姉妹、サミアドズナの妖精では、サミアドについて、目は、カタツムリのように、長い角の先についていて、望遠鏡のように、伸びたり縮んだりできる、耳は、コウモリの耳のよう、ずんぐりした胴には、まるで雲のお腹のように、厚い、柔らかい毛が生えている、手と、足は、猿の手足に似ているなどと書かれ、ネズミのような髭を生やしている。サミアドは、 願いを叶えるとき、目の伸ばし、息を止めて、驚くほど膨れる。五人の子供たちは、海辺に使われる砂利掘り場でサミアドを見つける。以前は、たくさんのサミアドがいたが、濡れて、風邪をひき、他のものは、死んでしまった。このサミアドも、左上のヒゲが濡れたことがある。何千年も年をとっており、テロダクチルなど、古代の生物を思い出す。サミアドがたくさんいた頃、 願いのほとんどは、食物でどんな願いも叶えていた。願いは、日が暮れると石に変わってしまうが、子供たちが望むものは、昔よりも、はるかに空想的な願いだった。サミヤドという名前は、ノアの洪水以前の神話に登場するグリゴリの指導者の一人である、シェムハザをもとに、ネズビットが創作した言葉である。水への恐怖症やカタツムリのような目など、ジョークを使っている。 物語の結末では、続編が存在することを読者に明白に示す一文がある。they did all see it, the summied again, of course, but not in this story, and it was not in, a sand, pittweaver, but in, a berry, berry, very different place, it was eame a, but, アイマスト性の思わ、四人の子供は、それから、また、サミアドに会いました。それも、 砂利掘り場ではなく、とても、とても違ったところで、あったのでした。それは、ああ、でも、それはまた別のお話です。今は、お話をしてはいけないのでした。子供たちは、火の鳥と魔法の絨毯と、魔除け物語で、再び登場している。子供たちが、ペットショップで、それを救う場面では、サミアドは、舞台裏であるが、重要な役割を果たす。50年後、 アメリカの児童書作家、エドワード・イーガンによる魔法半分で5人の子供たちとサミアドは登場している。ヘレン・クロスウェルによるリターン・オブ・ザ・サミアドでも、エドワード家の子供たちがホワイトハウスを訪れ、サミアドを発見している。ジャクリーン・ウィルソンによる W ・フォー・チルドレン・イットは、砂の妖精の現代版であり、別々の家族の4人がサミアドを発見する。砂の妖精は、 何度かアニメ、映画化されている。さらにヘンリー・シーブライトによって漫画も描かれている。ありがとうございます。